はい、こんにちは、まえちゃんねるまえさんです。はい、今日はですね、虫キング研究所やってきて超進化3弾の2本目の動画ですね。はい、今回はですね、エシン君一人でプレイしたいんでしょ。うん、暗い。その前にね、ちょっとパパ一個試したいことがあるんですよ。うん、やっていいですか。今だ。はいよ。はい、どちらで遊びますか。カードを買う。ああ、これをやってみたい。うん、じゃあやってみましょう。できません。はい、本当にいいですか。いいです。はい、やってみましょう。一人で遊ぶ。どのステージで一人か選んでください。スーパーゴッドレアグランドシロタップゲットのチャンス。おお、なるほど、ステージを選べるのね。うん、で今はこのステージしかない。なるほど。じゃあ、それ選んでみよう。さあ、虫取りを始めましょう。始めよう。おお、アイテムを使っていろんな虫をゲットしようだって。どれが使えるかはお楽しみだってよ。虫取りの前にアイテムを使います。虫取り V、牧場、V 分子の確率台。そして、おたすけ虫の餌、クワガタ虫の餌、高級。おお、どうするよ、エちゃん。V… じゃあ、エちゃんに任せるよ、これ。じゃあ、クワガタ虫でじゃん。高級。高級にする。わかった。アイテム決定。じゃあ、虫取りもやっていい。クワガタ虫が取れやすくなりました。さあ。虫を網で捕まえよう。お、効果発動中だって。レバーで網を溶かそう。ボタンを押すと、網を振ろう。お、お、お、あ、逃げちゃった。大きなコケット。なるほど。あと2回。クワガタが取りやすくなってるから、クワガタ取れてほしいけど。お、来い。ああ、逃げた。あ、でもクワガタだ。よし、ここにいるの。Vブースターゲット。風のVブースター。ゲットしたよ。あと1回。あと1回。ここだ。はい。どうだ。逃げられた。あ、でもクワガタだね。よし、ノーマルゲット。なるほど、こういう感じだね。おりー、よし、3匹の虫を捕まえたよ。最後に好きな虫をカード化しよう。よし、じゃあカード化どうにしようか。1枚カード化できるよ。取れてるからパパ金のクワガタにするか。好きな虫を選んでね。カード決定。ちょっと待ってね。はい、この状態でもやっぱりやるかな。よし、バスタブラック出てくる。そうでしょう。はじめ、かね、好きなタイミングでボタンを押していいね。カード作成中だね。そうだね。よし、じゃあやってください。パパ、私はマスターブラック。普通にガチで、もうちょっと強さを見せてくれ。もうちょっと、そっち。はじめ、ボタン連打だ。もっともっと連打だ。そこまで。96か、100いかなかった。96。黒、ブラック、ブラック。君は私のファンなのだな。これはちょっとレアな音声聞けたね。よかった。すまん。はい、カードができたよ。はい、ここ黄色クワガタ取り出し口からカードを取ってね。一人だ。モード決定です。まずはバトルの準備だ。バトルカードがなければこのカードは使えないよ。来た。オッケー。エキステンダイス。カードがなければ。カードがなければ。カードスキャン完了。V ガチャを。V ガチャ。あ、やべ。V ガチャをセットしたよ。V ガチャを。忍びにしちゃった。侍にしないとダメじゃん。うわぁ、なになに、ホールドバトル。あ、嘘嘘。やったー、ホールドバトル来た。やったね、超ラッキーだよ。マスターゴールド、マジで。このバトルに挑戦する。はい、しまっ、やった。嘘でしょ、ゴールドバトル。これさ、前通り研究員すごい頑張ってさ、始まりました。すごいレアなイベントいきなり来たでしょ。舞台はここ、インセクトボール。一発ね、さあ、一発ね。君の虫が登場です。めっちゃ虫が起こるやつだよ。公園のアマテラス、ヘルクレスオキシデンタリス。マジか。こんなことがあるんだね。必殺技のパワーです。クワガタの V ガジェセット。今 V ガジェも使えない。目玉カレーのカマキリ、大島フリスセットです。
これ持ち替えなくなっちゃうって。これは強そうだ。うひょー、大勝利チーム、虫がパワーアップだ。続いて相手の虫が登場です。これは元気や大黒天にクワガタ、すごいやつだよ。上にゴールド、必殺技はクワガタ。そうだね、これは強そうだ。再発勝負。なんだ、北京スロー、ホッピキンのタライだ。虫がすごく怒っています。刺激限りの真剣勝負じゃ。あー、負けた。これはもうどうしようもない。頑張れ。これで終わりじゃ。今滑った。今滑った。よし。オッケー。よし。ヘルクレスオキシデンタリスの攻撃は。まあね、とりあえず第三弾道で持ってってた。おお。ウルトララッキーダメージ。おお。やだやだ。なんだ発表すな。あ、金のタライだ。虫がすごく怒っています。刺激限りの、あー、負けちゃった。黄金鬼クワガタの撃破、これは、まあ、前回のこと分かったけど、今回負けてどうなのかを見てみたい。虫が飛ばされてしまった。相手の勝利です。さあ、どうなのかな。君のバトルを見て。これは普通に虫取りか。虫を網で捕まえよう、ね、え、おお、え、そうちょっと待って、これ、おお、すごい、網もバージョンアップしてる。ボタンを押すと網を入れる。そうそうそう、るか。おお、ここら、まあそうだね。やったな。どっち取るの？どっち？いや、やっぱエセスリアでしょ。エセスリアか。あれはなかったね、今まで。やった、マジで、よっしゃ、ヒラカードでゲットですか。やって、よっしゃ、本当に。じゃあ気合い入れてやってください。まさかのゴールドバトルで、すごいと思います。強さを見せてくれ。はじめ、ボタン連打だ。もっともっと連打だ。そこまで。ジュさん、すさまじい連打だったぞ。オフラインのためスタンプを上げられない。はい、来た来た。すまん。おお、キラカードだ。やったー。真面目に。やったー。キラカードの完成だよ。やったー。星も降りつくならキラカードを持ってね。やったー。やったー。
はい、じゃあ今度は確認完了です。天心くん一人で遊ぶんだけど、しました。一人で遊ぶんじゃなくて、オフラインモードになります。一人で二人の協力をやる。そう、一人で二人の協力をやってください。次にちょうどね、やってなかったの、カナト君じゃなくてマリアくん。モード決定です。挑戦するステージを決定。マジンかマリア、まずはワンピーか。続いて相手の武士は登場です。正解の意志エギューサッチが来られた。強そう。テクニックすごい高いから気をつけてね。エギューってカランデスの仲間だよ。すごい強い。なんだ、ホタスキいないの。下が僕たちの体力だよ。ホタスキいないんだよ。上がボスの体力。ボスじゃんけんルール説明。2人で協力してボスを倒せ。ボスじゃんけんルール説明。ボスじゃんけんルール説明。ボスじゃんけんルール説明。出してこないってことだから、パークがちょっと。おー、きれい、よくない。ヘルクレスオキシデンタイの攻撃。ワンピースルーピーダブルクレイト。タイミング合わせてガチャンと。これはどうだ。向こう体力低いから。この手ならどうかしら。違うとこだぞ。一層だけ経過したんじゃない。あっ、上警戒したけど行くわよ。ちょっとこれだけ押さえて、これ一撃で食らう可能性あるんじゃない。大丈夫かな。よーなー、ノーカード。ちょっと V ブースターついてた。ファイナルラウンド。じゃあ今度はまた2人で対戦やりたいんだけど、うん、パパね、このカードを使いたいと思います。あ、めた。メタルフェルホーサーカーカー型、うん、通り研究員、今日ちょっといらっしゃらないんで、なるほど。パパは代わりに、私がゲームの案内通り研究員の代わりに、レジンクを撃破してあげて。記録を確認します。そう、リベンジ。始まりましたフレンドバトル。レジンクにリベンジ。おアスタートノコギリクワガタ。あ、これ出たやつね。一発技はグーです。クワガタのブリガゲ戦闘。あ、そっかそっか。大島フリスクスです。ゴレイヤスの大島フリスクスはこれ今回ね、そんなに体力差ないんで、これは強そうだ。ダメージがそこまで出ない。180勝つと全部ダメージ当たる。続いてお、かっこいい。風切る妖精ガルーダ、メタリベル細赤クワガタ。
っこいいの。かっこいいね。おい、もうちょっとだってね。カブトの V ガジェ戦闘大島振り進め、カブト花の振り、パパカブト花の振り、メタリックホーン、これは強そうだ。メタリックホーン結構強いから、そうそうそう、キラーンスパー、最小20マリック牛がパワーアップだ。キラーンスパー、キラーンスパー、こっとらぜ、こっとら、V ガジェ発動のチャンス。なあ、僕の方が体力上だな。そうだね、こうかな。よし、飲まれた。よし、やばい、そうだ、メタルガン細かくわがたの攻撃いきますか。あ、パーフェクト、あー出ない、パーフェクト、パーフェクト出ない。でもこれは結構きついぞ。まずまずのダメージ、追撃発進。これがどれぐらい当たるのか。145くらい当たったら結構きついぞ。それはないでしょ、体力差ないから。これは60に、あ、でも結構60に当たったよ、うん、防御が多かったからか。よし、しまった。プリ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 発動、吸収攻撃、スタートの攻撃、クワガタの必殺技、はい、入って、うわ、やばい、入って、うわ、入って、さらにドガン、よっしゃー、これだけ吸収攻撃だ、きつい。あ、吸収、吸収、追撃発生、もし振り進めて決める。これはそこまでダメージ来ないんじゃない。あ、16、あ、でも決まっちゃったね、決着がついた。なるほど、パパの側を大振り、大下振りするの効くね。あ、しまった、間違えした、発動しちゃった、もったいない。 OK、あんまり効果ないけど、いくよ、ビクトリーアタック、ちょっと、ちょっと、おお、これメタルフェルめっちゃ合うじゃん、これがビクトリーアタックだ。さらに追撃発生、60ぐらいのダメージがいくんじゃないの。60だったね、さっき。オッケー、いいよいいよ、よしよし、V ガジェ発動。そうだよね、そうだよね、相打ちだ、ね、よし、よし、これは行くよ、来るぞ来るぞ、体力37しかないから、結構な大ダメージが来る可能性ある。あ、出た、巻物、巻物が、巻物です、巻物と手裏剣の方法で待って、いけー、ボーイアタック、しかも決着がついた、耐えられない、ワンピーの勝利です、やった、よかったな。ワンピーの君は虫と、オッケー、じゃあ虫を網で捕まえよう、頑張ってください。おお、またおしゃ、おしゃ、なに、ちょっと、はじめ、レバーで網を動かそう、ボタンを押すと網を入れよう、よっしゃよっしゃよし、あ、逃げたんだね、逃げたね、逃げた逃げた逃げた、やったね、逃げた、レアゲット、あと3回、あそこに行って、おし、あ、また逃げた、また逃げた、ふう、逃げるの、よし、髪をノーマルゲット、まあ、そりゃそうだよ、うん、あと2回そんな簡単に、おっしゃー、そうでしょ、よっしゃ、カブトだ、これはって、よっしゃ、やったマジで、ちょっと、あと1回、ちょっと、やった本当に、なんでそんなことが起きるの、やった終わり、やった。
4匹の虫を捕まえたよ。最後に1枚カード化できるよ。それそうだね。カブト、よっしゃ。竹蔵様がカメラを持ってきたで。よし、すごいことになっちゃったね。まさか。はじめ、好きなタイミングでどうすんの。デフォルトするの、うん、デフォルトか。最後まで待ってね。撮った写真がカードになるよ。一番いいアングルでね。はっちりだよ。このアングルか。カード作成中だよ。私はマスター。これは大変だ。ガチガチガチ。この強さを見せてくれ。はじめ、ボタン連打だ。もっともっと連打だ。8回。8回だ。そこまで。要注意だぞ。またラインのためこんな技決めんだ。上げられないんだ。はい、ということでレシ君ゲットしました。はい、やったー。カードができたね。はい、ということで今回はですね、超進化3弾遊ばせていただきましたけれども、大変なことになったね、うん、ゴールドバトルも出たし、コットリア、SS リア、スーパーコットリアね、うん、すごいことになりましたね、はい、びっくりした、うん、ということで超進化3弾こちらも楽しんでいきましょう。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、そしてチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。